んにちは。こちら兜町内藤証券1階にございます株スタの内地一丸より、本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、小安く推移してまして、今晩発表されます、アメリカの雇用統計、非農業部門の雇用者数、市場予想はですね、前月比の16万人増ということでございます。こちらの方ですね、若干ちょっとこう下回るような感じであれば、利下げ期待が再びまあ高まって、それを織り込むような動きで株が、再びまあ、高くなりやすいという感じになるかもしれません。大きく減少した場合はですね、大きく減少したというか、その伸び率が非常に小さい場合ですね、伸び幅がですね、そういった場合には逆にその景気の減速懸念が表に出てきて、それを嫌気する可能性もございます。そしてまあ増加が予想よりも大きく上回った場合は、利下げが7月果たして行われるだろうかというふうな疑念を巻き起こすということになって、株価にはマイナス材料ということで、非常にちょっとややこしい状況です。中途半端が一番という感じのようでございます。利下げ期待を一旦織り込みまして、今日はまあ材料難、雇用統計発表前で見送り気分が強かったというところでございます。指数の方を見ていただきます。引けにかけて上昇して、日経平均株価は43円93銭高でございました。トピックスは 2.8 ポイント高でございます。小型株新興市場も強めとなっていました。円相場の方はですね、ユーロドルともにですね、若干の円安です。ドルユーロともに若干の円安。そして売買高、売買代金はやや薄飽きないですね。引き続き今日は模様投げ気分が強くて薄飽きないでございました。規模別の株価指数もそれぞれまちまちといいますか、大体平均した感じですね。騰落レシオが上がってきまして、値上がり銘柄数がここのところずっと増えてますので、 121.8%、以前であれば 120% 台以上は過熱ゾーンと言われてたんですけれども、最近では下、そしてボトム圏、そしてピーク圏を示唆する水準が若干ちょっと 10% ほど引き上がってですね、 30% 以上になってもおかしくないようなことが最近は多いです。業種別の株価指数はですね、見ていただいても分かりますようにまちまちでございまして、特に色をつけることは難しいような感じですね。こちらの方だと電気輸送機器とかですね、そういったところ、精密とかそういった輸出関連も上位に来てますし、一方建設とかですね、あと銀行株なんかも上位に来てます。というところで、業種別ではまちまちなんですけれども、ややちょっと小売りあたりですね、決算発表を多少交換した銘柄が上昇して、小売りあたりが上位に出てきたという形でございます。ニューヨークダウ工業株30平均、今日はちょっと週足で見ています。もうちょっと長い目で見るのも大切だと思いまして、ここのところのですね、18年1月からの2万6000ドル台の高値を、ここのところやっとこう1回2回3回つけたところを抜いてきました。この高値を抜いてきました。2万6828ドル抜いてまいりました。というところで、心理再びやや強気に転換しつつあるんですね、市場心理の方。移動平均もそれぞれ上向きになってまして、順パターンという形になりまして、利益確定をこなして、一段高の可能性が出てきたという状況でございます。ややバブル色が出てきていることは確かなんですけれども、長期景気のですね、長期拡大が続いてますので、史上最長の景気というアメリカ景気になってますので、若干ちょっとここからの減速が市場に与える影響が懸念されるところですけれども、そして円相場の方はですね、これも週足ですけれども、この円安の支持ラインを割り込んできて、ちょっと揉み合ってます。というところで、なかなかこう円安方向にはいかずに、円高が圧力がかかりやすい、アメリカの金融緩和、金利低下ということの期待が一段と高まればですね、アメリカの金利が低下して、日米金利差の縮小、そして円高圧力が強まるという形になります。ユーロも同様にずっとですね、ユーロ高が続いてまして、輸出関連への影響というのがやはり、ちょっと多少やっぱり心配されるところなんですね。上海総合指数の方は今日は4ポイントほど高いところ、小高いところで、推移しています。これも週足ですけれども、こういった15年に高いところがあって急落して、地利高が再び一段安となってですね、ここのところ戻ってきたわけなんですけれども、陰線を続けながらも、じわじわとちょっと戻りを続けているという状況であります。
同先物相場はでも一方ではですね、中国景気を反映して実質の実態を反映するような形で、同相場はなかなか戻らないという状況でありまして、まあ、依然、中国景気に対しては警戒が必要というところでしょうか。日経平均株価、これは冷やしですけども、200日線上で今週はもみ合いという形です。週足はご覧の通りで、この52週線をあたりで今週は上げが止まりました。2万1727円ですね。まあ、この下から13週26週線が上昇してまいりまして、まあ、この26週線と52週線の間で揉み合ってどっちに行こうかというふうな形で、まあ、離れた方につくような感じでしょうかね。まあ、ただ上には4月25日高値が控えてますので、戻り売り圧力はこっちの方も強くなってまいります。日経株価で予想 PR の推移、久しぶりに見てみますと、ご覧の通りで、EPS の方はなかなか下がってこないですけれども、株価の下落、まあ、直近戻してますけども、12倍、PR は12倍で推移してます。13年から直近までの平均は 14.9 倍ということで、まあ、これを単純にですね、この EPS でかければ、まあ、かなり高いところになってくるんですけれども。というところで、まあ、今この第一四半期決算を控えてですね、下方修正懸念出てきてますの、強くなってますので、なかなか PR が上がらないという状況です。海外投資家の売買動向は、現物が5億円非常に小幅の売り越しでした。それでもまあ8週連続の売り越し、トータル先物トータルでは1693億円の売り越しで8週連続の売り越しでございます。海外投資家ですね。それから最低改ざんの方は、改ざん小幅に増えまして4052億円ですけども、まあ、最低水準です。現物への売り圧力というのは非常に少ない、これから積み上げるだけという感じです。それから売り残の方が逆転してまして、これが大幅増加、1026億円増加しまして8293億円の増加です。そして株価指数の方は若干ちょっと医薬品とか小売りとかが上向いてきまして、建設とかですね、それでもまあ外需系は電気とか機械とかはちょっと若干お辞儀しましたけれども、しっかりというところです。海運なんかも上向いているという状況です。さて、今日の銘柄なんですけれども、今週新高値を取った銘柄を見てみました。チャートを見ていただきますと、例えばこの富士フィルムホールディングス、この15年8月高値、18年10月高値を抜いてまいりまして、じりじり戻りをこなしながらですね、利益確定利をこなしながらじりじり高くなってきているというところで、若干ちょっと今週陰線入りましたけれども、この辺で値固めしつつ、この長期の揉み合いを上へ離れてですね、まあ、一段高になる可能性は高いんじゃないかなと思います。富士通ゼネラルはこの上値抵抗ラインを抜けてきました。ヨーロッパが非常に暑くなってまして、熱波が襲ってましてですね、エアコンが南ヨーロッパとかエアコンの需要が非常に、今まであまり買ってなかったところも需要が増えてくるんじゃないかというところで、特にこの富士通ゼネラルとかはヨーロッパとか強いんですね。それからメタウォーター、こちらの方は日本会社富士電機の水処理管、水処理管下水処理ですね、関係の設備のトップでございます。こちらの方も持ち合いを上離れてきました。というところで注目したいと思います。あとどんな銘柄が出たかといいますと、まあ、ソフト関係とか、SI ですね、システムインテグレーターとか多いですけども、日鉄ソリューションで東洋水産というか TIS もそうです、 CTC もそうですね、あと富士フィルム、そして機械、工作機械で DMG 森精機、こちらヨーロッパ強いですね。ダイキン工業エアコンです。それからアマノは勤怠管理とかで働き方改革関連、そして日立製作所は IoT サービスで、まあ、成長狙うというところですね。 NEC は 5G 関連です。あと富士通ゼネラルも先ほど出ましたエアコン関係ですね。あと横、こちらも 5G 関係の高速伝送コネクタ、あと伊藤忠とかメタウォーター先出てきました。そして NT データ SCSK というところで、こちらシステムインテグレーターの大手でございます。というところで本日は20銘柄紹介させていただきました。また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。